はい、トラポンです。今回の動画は、6月19日、おすすめ厳選軸馬のご紹介動画となります。まずはですね、東京サンレース3歳未勝利戦、ダート1400メートル、こちらのレースから1投目取り上げたいと思います。はい、取り上げる馬は3枠6番のハリウッドルビーですね。はい、前走戦力でね、逃げて、まあ、いいスピードを見せたんですけど、5着と。でもかなり踏ん張りましたね、5着で。 ま前走のスピードからね、1400メートルに短縮するのはプラスと、それでね、オッズが現在単勝14.6倍、生まれん草中市合成オッズ3.9倍と、まあ、非常にね、美味しい、えー、オッズとなっております。間違いなくね、前走の走りから見たら、一歯の短縮すればね、おそらくなだれ込み、馬券圏内になだれ込みはかなりの確率で期待できるというふうに思っております。 はい。ということで、1投目のおすすめ厳選は、東京3レース3歳未勝利戦、ダート1400メートル、3枠6番のハリウッドルビーでいきたいと思います。はい。続きましてが、東京の6レースですね。東京の6レース、未勝利戦の1300メートル戦ですね。はい。おすすめ厳選2投目は、8枠16番のメディシスですね。メディシス。まあね。 なかなか、ね、馬券圏内に来れないんですけどもただ5走前、そして2走前との内容を見るとねもう十分、うん、いつ馬券圏内に来てもおかしくないところまでは走ってると 1200m であと一歩というね、まあ、差し足なんですけども、まあ、1300m というこのね、まあ、半端な距離のこの 100m がねどうもメリチスにはいい方に転が,り転がりそうだと。 いうことでね、2層前を、5層前の走りさえ再現できればですね、十分差し込んでこれそうだということで、それでいてオッツが19.6倍、生まれに素なし合成オッツ6.4倍と非常に美味しいですのでね、決闘のサウスビーロックスも文句なしということで、このメリシスから狙っていきたいと思います。はい、足抜きの良くなったダートも、うん、プラスに出そうな感じがいたします。 はい、ということで、おすすめ厳選2度目は東京6レース3歳未勝利戦8枠16番のメディシスでいきたいと思います。はい、続きましてが、阪神の7レースですね。はい、ダート1400メートル戦。はい、こちらからあー取り上げたい馬は3枠6番のロコポルティですね。ロコポルティ。はい。 もう前前走の未勝利戦で、ね、阪神の競馬場で先行して0秒9差の圧勝とで前走先行できずに、ね、消化不良のレースになってしまいましたけども今回は、ねまあ、先行できそうな雰囲,気が雰囲気というか先行できそうな、ね、メンバー構成ですので点3ハローのタイムも最速ですからねでですので、うん、本来の先行競馬さえできればしぶとい粘り足が見られそうだと。 でマレンスオーナクシ合成オーツが4.7倍とこちらも期待値はあると思いますのでこちらの間を狙っていきたいと思いますということで3頭目は阪神7レース3歳以上1勝クラス3番56番のロコポルティでいきたいと思いますということで以上3頭がおすすめ厳選軸馬となりますということで今回の動画は6月19日おすすめ厳選軸馬のご紹介動画でした以上です